上落寺は、埼玉県久喜市、青毛麻城青毛にある寺院である。三号は間山、陰号は孔明院。新義新言州地山派。本山は、埼玉県佐手市に所在する昭福寺であり、開装は1596年、開山は1612年以前に、広方により開かれた新義新言州地山派の寺院である。本尊は、大日如来である。 大日堂大日堂は、久喜市青梅四丁目にある仏堂である。この大日堂には、大日如来が安置されており、上落寺の管理となっている。主な行事として、お会長がある。お会長は12年に一度、3月4日に行われ、本尊の大日如来が回避される。この行事は3日間あり、初日の3月3日が準備日であり、大日堂に上りを立て、 その入り口に杉の葉を柱にした外線門を設ける。翌4日が中日と呼ばれ行事の中心の日である。午前10時に地区の人々が行列をなして上落寺を後にし、1時間ほどをかけ大日堂まで練り歩く。到着すると僧侶による土俵とごま滝が行われる。最終日の5日が片付けを行う日とされている。近年では2006年がこの お会長の年になっており、1982年のお会長の際には、未就学児による地語行列が催された。このほか、星祭りという行事がある。この行事は12月22日に土胸を行ってもらい、役除けのお札を受け取るというものである。かつて1955年頃まではこの日に、漫才師や老曲語りを東京方面より大日道境内に招き入れ、 地域の楽しみの一つとなっていた。ありがとうございます。